ルネ・ブロンド。ルネ・ブロンドは、フランスの物理学者、ブロンドロとも表記される。新しい放射線、n 線を発見したと発表したが、後に n 線は実在しないことが分かり、科学史上に名を残した。1849年、フランス北東部のナンシーに生まれた。父は、ナンシー大学の医学部の教授であった。1881年に、ソルボンヌで、 物理学の学位を取得すると、翌年、ナンシー大学の教授となった。同体中の電磁波の速度の研究などの業績によって優れた実験物理学者として知られるようになり、フランス科学アカデミーから3度の賞を受けている。1894年には、ヘルム・ホルツの公認として、フランス科学アカデミーの通信会員に選出された。1903年、ブロンドは、 新しい放射線、n 線を発見したと報告し、物理学会に大きな反響を呼んだ。しかし追試の失敗が、相次ぎ、n 線の存在が疑問視されるようになった。1904年、ブロン量の実験を調査した、アメリカの物理学者、ロバート・ウィリアム・ウッドによって、n 線とは、結果を都合よく解釈した実験者が存在すると思い込んでいただけで、 現実には何も存在していないと結論付けられた。ブロンドは1906年まで N 線の存在を主張し続けたが、1910年にナンシー大学を退職し、1930年に死去した。後に N 線の出来事は、実験者の願望が実験結果の解釈に影響を与えてしまう危険性を示す例として語られるようになった。ありがとうございます。